長編小説は文学形式の一つ。長編小説、短編小説に対して用いられる語であり、短編小説より長く長編小説ほど長くはない作品を指す。日本ではおおよそ原稿用紙100枚以上300枚未満の長さを指し、米国では例えば、インターナショナルアソシエーション・オブ・プロフェッショナル・ライターズ、アンド・エディターズが17,500文字から4万文字までと、 定義している。ただし、公式な定義ではなく、ライター氏では2021年10月の記事で約2万から5万文字までとしている。明確な基準がなく、長編小説や短編小説との境界線は曖昧である。一編で一冊以上の分量となる場合はむね、長編小説と呼ばれるが、これもレイアウトや文字サイズ、ページ数によって分量が大幅に変わるため、 基準と呼べるほど確かなものではない。例えば、村上春樹のデビュー作である、風の歌を聴けは、分量的には中編であるが、単独で単行本化され、長編小説と扱われることもある。また、中高文庫で単独刊行されている、北森を少年に至っては、むしろ短編と呼んでもおかしくない分量である。通常のあざで200ページであれば単独、または、 短編一編を加え、フィルアップして、単行本化されるケースが多いため、一つの境界線とも考えうるが、これを超えながら、短編四つと組み合わせて、単行本化された、安藤ノア、で諸説は、文庫解説で中編と称されている。一方で、同作より、若干短いが200ページは超えている、横溝静史、本人殺人事件は、概ね長編と呼ばれ続けている。 芥川賞は短編のみならず、中編も対象としている。ありがとうございます。